魔法の表白、それを見るに弁財尊天と縁深き竜王神は、竜神のりとに曰く、高魔原に増しまして、天と地に見働きを表したも竜王は、大宇宙根源の御親の神にして、一切を生み一切を育て、よろずの者をご支配あらせたも王子なれば、ひふみよい胸やこと、の徳さの御宝を、己が姿と返事たまいて、自在自由に天界地界人界を治めたも竜王神となると、本日特進の摂取、本間志保美殿、上願を欲して竜王神なるを尊み八百山いて、獅神の竜画を捧げ、小脳は三系の善男子女全女人と慎みかしこみて義足を厳守し、今ここに弁財尊天ならびに無縁の竜王神を供養し立てまつる。伏して恋願わくはその功徳を持ちて菩提を称し、発祥若年として愚かなる心の数々を戒めたまいて、一切衆生の罪汚れの衣を脱ぎさらしめたまいて、よろずの者の病をも立ちどころに払い清めたまい、現世来世を長く見守り、よろず世界も御親のもとに納め、せしめで歌まいて、商売繁盛、風紀栄達、出世、将軍、女才、将福、恋愛成就、五国豊穣の加護の宝雨を注いで、諸願を満足ならしめと、恋願い立てまつることのよしをきこしめして、胸の内に念じ申す。大願を成就なさしめたまえ。また無縁無縁の各家先祖代々一族の諸生類仏家増進の明星を垂れたまえ。なむべないで、なむべないで、なむべないで、なむ八大竜王寺、なむ八大竜王寺、なむ八大竜王寺。
Oh, God, I am in the base of my God, oh, man.
県庁主釈迦牟尼仏六方豪者聖上諸仏観音正史初代菩薩南無弁財尊天天竜八部衆頭一切三宝来往霊感人事を垂れたまい龍河奉納の功徳を持ちてまさに弔う尊礼は本日参詣の善男子善女人家先祖代々一族専門の諸生霊道追善増上菩提また願わくは全世界における人道危機仏庫者並びに天災地変王難王子の諸霊本心平等三害万霊無縁無縁ないし罰苦与楽追福長生浄土決して願わくは今世の争い大難は湘南に湘南は無難に収めんと真の世界平和の将来を祈願し立てまつ天下は巡視日月照明なりふう時をもってし祭礼起こらず国豊かに民安くして票が持ちうることなし徳を高め人を起こして努めて来生を収す総じて願わくは本日参詣の善男子善女人家先祖代々一族専門の恩徳を感謝し無縁無縁の一同に弁財尊天並びに龍王神の時効を被り家内繁栄家内安全心身健全無病息災疫病退散福徳円満心願成就福栄増上道合増進経済復旧臨終少年筆徳往生在校消滅在所消滅ご消滅人世界平和無常尋常誓願弁財天八大竜王神道愛民の念南無弁財天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 南無
ぼだい何やだおまみにてやみにとうとわべいやみにたまさんばべいやみにたやらべいやみにたましってやみにたまでいせやみにたまみやらんてやみにたみやらんたやみねやみにたまややのきちやれやみにたどんどびそばれやみにたバーナタサラネイサラバキャルマキャレイシャキシャヨキャレイソワカアミラニョライコンポンダラニノボアナタンノタラヤヤノマクアリアピタバヤタタヤタヤナカテイサンミャクサンボダイタニヤタオンマミリテイアミリコトバベイアミリタバベリアミリタヤラベイアミリタマシッテイアミリタデイセイアミリタビアランテイアミリタビアランタギャミネイアミリタギャギャノキチギャレイアミリタドンドミソバレイサラバアナタサダネイサラバギャルマギャレイサキシャヨアギャレイソアカアミダヨライコンポンナラNo.
ゃやけんべいそわ。おんめいじゃしゃにえいそわか。おんめいじゃしゃにえいそわか。おんめいじゃしゃにえいそわか。おんまみりたていせいから。おんまみりたていせいから。おんまみりたていせいから。皆様いかがでしたでしょうか。私は今初めて見るところできましたね。どうぞ塩見さん前の方にしてください。今日は龍がですね、眷属というか化身というかですね、弁財天、弁天様です。それから竜王をこの本堂に召喚して、そしてご供養させていただいたお経でした。それに合わせて、塩見さんの方に降りてきた竜があれだったのかなというふうに思いますけれども、何かちょっとご感想をいただいてもよろしいでしょうか。書いてる最中にこう瞑想じゃないですけど、すごく心地よく聞きながら、なんていうかあまり考えずに本当に瞑想してる気分で書かせていただくことができました。で、出来上がった竜がああいう感じで、私もどんな風になるかなと思いながらだったんですけど、ちょっと嬉しそうな顔してるような気がします。私は、はい、とても気持ちよく書かせていただくことができました。お軸の外側はちょっと普通のお軸よりも美しくてこう胸を惹かれるんですけども、はい、あれは何だかっていうのがありますかね。はい、着物の帯、袋帯を使っています。今ちょっと向こう側にこう折っている状態で見えないんですけど、あえてその上の部分をかなり長く取ってあるんですね。で、着物の帯がやっぱりとても素敵なものが多くて、袋帯なんか特にすごく豪華で、その帯を見ていただきたくて、豪華な柄っていうのも見ていただきたくて、で、それを掛け軸に使っています。で、そこに着物の正絹の黒い布を貼って掛け軸を作っています。そこに直接掛けています。
今日は何かこう皆さんも近くで後から撮っていいですよね。撮っていただきまして、ちょっと広げてもらえればいいかなというふうに思いますし、ここには何かご準備されてるんですか？はい、天然石石に、竜を描いていまして、竜や鳳凰も描いてるんですが、今日は竜をメインで持ってきてるんですけれども、一部しか今日は持ってくることができなかったんですが、天然石自体もとても水晶だったりとかタイガーとかパワーを持っているものなんですけど、そこに竜を描くっていうことがいつこう始まったのか、ちょっと自分でも記憶にないんですけど、気がついたら描いていたっていうことになってるんですけど、で本当に小さなお米のサイズぐらいの天然石にメリュって呼んでるんですけど、竜を描いていて、お守りにして持っていただくとか、あとアクセサリーなども作らせていただいていて、竜好きな方、それから竜のパワーをもらいたいっていう方にとても喜んでいただいているので、よかったらぜひ見てみてください。他にもはネットで見れるんですか？はい、ネットに今一生懸命上げようとしてるんですけど、まだ全部載せてなくて、ほんと一部しか載せてないので、今日ここに持ってきてるのは多分ここでしか見てない、頑張って載せていくつもりではいます。はい、東京の方からですね、初めて九州に来るということで、私も今日ね、数時間前に初めてお会いしたんですけどもですね、はい、これから竜を関東の方でこう中心になってやっていただくんでしょうけども、きっともうこの先有名にならないわけがない方だと思いますのでですね、皆さんこの後ゆっくり交流会をされていただきたいなというふうに思います。でも成功しましたね。通信教育しましたからね。じゃあ皆様ちょっとゆっくりされてください。ここをちょっときれいに片付けまして、そしてこんだけの人数ですから、そのまま椅子を丸くしましょうかね。そして本座の真ん中の前の方に座っていただきまして、そしていろいろ質疑応答、自己紹介等々仲良くしてやってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。